カンパラのマトケ市場ウガンダのマトケ売りマトケは、澱粉質の多いバナナである。果実は、緑色のまま収穫され、皮を剥いて加熱し、潰して食べる。ウガンダとルワンダでは、果実を蒸して潰したものは、両国の国民食と考えられている。しかし、ウガンダのブガンダ族は、最高のマトケ料理を作るということに誇りを持っている。中程度の大きさで、 緑色の東アフリカ高地系バナナの果実が、ウガンダのバントゥーゴブで、マトケと言われる。バナナの調理には、長い歴史があり、現在でも、ウガンダのビクトリア湖周辺、タンザニアの西部及び、キリマンジャロ地域では、主要な作物の一つである。マトケの果実蒸したマトケを含むウガンダの伝統的な、食事ナイフで皮を剥き、植物の葉で包んで、バナナの茎を下にして、 スフリアと呼ばれる深鍋に入れる。その後、深鍋を木炭か焚き木の上で加熱し、数時間ふかす。その間、何度か鍋の底に水を注ぐ。茎により、歯に包まれた果実は、水より上に保たれる。加熱前には、白色でかなり硬いが、加熱後は黄色く柔らかくなる。加熱したバナナを歯に包んだまま潰し、しばしばバナナの葉に乗せて提供する。野菜、 潰した落花生、ヤギ肉や牛肉等から作るソースをかけて食べる。また、マトケはカトゴと呼ばれるウガンダで非常に人気のある朝食の材料になる。カトゴは皮を剥いたバナナと落花生、または牛肉から作るが、モッツやヤギ肉が用いられることもある。タンザニアのブコバでは、マトケは肉、または燻製したナマズ、および豆、または落花生と共に加熱する。 この方法により別のソースを用意する必要がなくなる。このレシピではまとけは潰さない。1980年代初期までこの料理はブコバで最も一般的で一年中食べられていた。ありがとうございます。